ネタの種類がすごい、そそられるメニューですよね。すごい、なかなかすごい力強い歯応え、美味しい。力強いぞ、これはすごい。ポン酢の加減がいい感じ。うわー、すげー。赤貝と青ヤギの中間みたいな食感で、香りはかなりやっぱり癖がある。美味しい。すいません、握り尽くし。いきます。お願いします。桁にどんどん寿司が乗っていく感じがたまらないっす。ひねずしさんって上野店もあったんですね。都内に何店舗あるんですか。あ、そんなにあるんですか。本店ってどちらの本店で1号店中野。へぇ、おい、よし。うわー、すごい豪華。イクラとホッキ、サーモン、アエビ、ガッグリ、ネギトロ、プリ、モトエビ、赤エビ、赤エビ、エビ、ハマチかな、ハマチ、ヒラメ、マグロ。安心感がある美味しさ。うん、うわ、マグロ美味しい。うん、ねっちり、ブリの量よ、おやさ。また味噌汁がちゃんと2人分つくのが嬉しい。すごい溶ける。このネギトロの白髪ネギの感じがたまらんな。白髪ネギと生姜がなんかいいな。うなぎ好き。とろけた。そしてなんか緑のものが入ってる卵。すごい味もちもち系だ。ニシン、見た目はちょっとアジには似てるけど、アジよりもピンク感が強い。油がある感じがする。あ、サバうまい。なんか全然きつくなくて、タンポン塗りの酸味と意味で食べやすい。うまっ。こっちにしてる。
パキッと感がたまらないです。ソフトでねっちりだ。個人的にはヤニイカのパキッと感が好き。うわ、美しい。厚みが違う。つまの部分と柱の部分が混ざってるんで、つまの部分はちょっとまあコリッとぬめり感あるんですけど、あの柱の部分がやっぱりかなり食べ応えがあるんで、そうボリューミーに感じるっていう。話し巻き、イワシタケ巻き、エビマヨ級巻き、おいしい、エビマヨおいしい。ドロタクもいいけど、アナゴとタクアンも合うんですね。イワシ叩いてるからふわふわでめちゃくちゃうまいな。粘りがある感じが町寿司らしくていいな。メカトロすごい。メカトロ思った以上に油がすごい。あぶりも相当油乗ってる。なんだこの油。リップクリームいらないなこれ。食べてるだけで口の周りがもう油で。個人的にはメカトロが一番ちょっと衝撃的でした。おばさんごちそうさまでした。お会計でお願いします。おいしそう。やっぱフラッと来るならやっぱお昼と夕方の3時ぐらいとかがやっぱ入りやすいですか。なんとも言えない。なんかお昼ですか。お昼に行くとこの間のイカとかまだ仕込めてない、仕込めてないなかっただけ。やっぱ夕方の方が楽しめますか。わかりました。はい。わかりました。大体11時半から12時あたりまでやるよ。はい。あとは様子見ながら。うん。いいですね。じゃあ夕方ぐらいに来てがいいですね。また来ます。ごちそうさまです。美味しかったです。全然まだ食えるぐらいの食べ疲れしてないぐらいの美味しかった。